芋を作ります。まずは真ん中に折ってアイロンを当てます。次にこの線に向かって真ん中に折り込んでアイロンを当てます。反対側も同じように真ん中に向かって折ってアイロンです。半分に折ってアイロンを当ててからこの両サイドに端ミシンをかけます。次にポケットを作ります。両端はロックミシンをかけてもいいし、適当にこうやって糸をさばいておいてもいいです。上を3センチぐらい折ってアイロンをかけます。さらに内側に折り込んでアイロンをかけます。3辺は1センチに折り込んでアイロンをかけます。三つ折りにした部分に端ミシンをかけます。裏地にポケットをつけていきます。38センチの方を横にしてポケットを上から3センチ開けたところに待ち針で留めます。3辺に端ミシンをかけます。好きなところに仕切りのミシンをかけておきます。こんな感じでポケットがつきました。次にマグホックをつけていきます。100均で買ったものです。このように金具が取れるのでこの部分を使って印をつけます。表地の38センチの方を横にしておき、横に半分に折ります。上から10センチぐらいのところまでアイロンで印をつけます。さっきのアイロンで折ったところの上から2センチ開けたところにホックを置きます。周りにも分かりにくいのでこちらの白い布で、ここからここまでが2センチで、ここにこのように2つの印をつけます。この印のついたところをハサミで少しだけ先でちょびっとだけ切ります。こちらの布でもちょびっとだけ、そしてホックをこの穴に入れます。こんな感じ。そして裏返してさっきの金具をはめて横にビッと倒してホックがつきました。反対側も同じようにつけます。次に生地を中表にして両サイドを1センチの縫い代で縫います。次にまちを作ります。そこを三角にして開いて均等になるようにして待ち針で留めます。3センチずつ6センチになるようにここにペンで印をつけて縫います。こんな感じで縫えました。1センチぐらい縫い代を残してカットしておきます。反対も同じようにします。縫い代を割ってアイロンを当てておきます。裏布の方も縫っていきます。ポケットをつけた方を内側にして合わせて両端を1センチの縫い代で縫います。両サイドを縫って同じように6センチのまちを作りました。同じくアイロンで開いておきます。次に表布の方に紐をつけていきます。
ックを開いて、ここにちょうど真ん中ぐらいになるように紐を置いて、5ミリの縫い代で縫い付けます。このように縫い付けました。反対側も同じように真ん中にくるようにして縫い付けます。紐がねじれないように注意してつけてください。紐を中に入れて、先ほど作った裏布をポケットが外側になるようにひっくり返して中に入れます。端を合わせて待ち針で留めます。紐のところは厚地になるのでクリップの方が留めやすいです。こんな感じで留めました。返し口をここからここぐらい10センチぐらい開けて、ぐるりと1センチの縫い代で縫います。開け口のところをこの線で1センチ折ってアイロンをかけておきます。他のところも縫い代をアイロンで開いておくと後で縫いやすくなります。返し口のところから表に返していきます。こんな感じで引き出したら袋布を中に入れます。表布が4センチ出るようにしてアイロンを当てます。ここを4センチ開けてアイロンを当てたら、待ち針で何箇所か留めておきます。開き口のところも待ち針で留めます。待ち針が痛くて嫌だなっていう人は安全ピンで留めると痛くないです。まず下の裏布と表布の境目のところに端ミシンをかけます。このように縫いました。次にもう一度上のところにアイロンをかけて、ここに端ミシンをかけます。ここにもミシンをかけました。これで出来上がりです。